ラジオダンブラーの隠れ家表部屋2。はい、どうも皆さんこんばんは、ダンブラーです。はい、今週のラジオを始めていきたいと思います。今週は11月の最後のラジオとなります。はい、11月の28日の日曜日、今週のラジオを始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、いや11月もですね、もう終わりとなりまして、2021年は残すところあと1ヶ月ぐらいですねになりました。皆様にこの2021年はですね、どうだったでしょうか。まあ、やっぱりですね、2021年はもう丸々1年間ほぼほぼコロナとねいうようなことがありましたので、なかなかですね、やりたいことが思うようにできなかったとか、あるいはまあ、職場だったり、学校だったりとかですね、そういったところのこう環境というのは大きく変わってしまってですね、なかなか大変だったよというような方がですね、非常に多いんではないかというふうに思います。まあ、僕個人的にはですね、自分のこう生活スタイルであったりとか、あるいは趣味の一つであるこのゲーム、まああとはこう、広い意味でのね、動画とかのそういう発信活動とかいうのも、まあ全部含めてそうかもしれませんが、ただまあ、家の中でできるというですね、インドアのタイプのものだったので、まああまりこう、影響は少なかった方ではあるんですけどね。まあでも、やっぱりこう、大変だなっていうような感じた方が、多い、年なんじゃないかなと思いますが、まあそんな2021年ですね、残り1ヶ月ぐらいで、終わりと。いうような形になります。はい。ということでですね、今週のラジオはですね、先週に引き続き、ブログの更新をやっていて、まさにこの11月ぐらいまでに仕上げたいということが目標でしたんで、まあ、引き続き、その話題をですね、もう少しして、で、あとは、動画投稿とか、の関係も含めた、発信関係のですね、お話を、しまして、それでですね、今週の取り扱うテーマというような形にしていきたいと思います。はい。まずブログのお話なんですけれども、まあ先週のラジオではですね、一気にテーマ変更してですね、外観を大きく変えましたというようなことをお話をしまして、で、今週は先週に比べるとなかなか、メンテナンスをする時間っていうのを取ることができなかったんですが、まあそれでも昨日ぐらいかな。昨日、おとといぐらい、ですね。金曜日と、木金かなぐらいで、まあ少しやりまして、まあもう少し、外観が、また変わった形になっています。で、まあ、残り、本当に、ほんの少しというぐらいで、またこのほんの少しっていうのはね、実際その変える内容としては、少しなんですけども、実際にいじり方ですね、修正の仕方がなかなか、うまくできないという項目が最後に残ってるんで、なかなかね、ちょっとここ修正するのはね、結構時間かかってしまうかもしれませんが、まあでも、見栄えとしては、大きなところはね、大体終わりましたので、ね、本当にまあ、今週の、時点のこのブログの外観、毎度のことながらね、いろんな、リンク貼ってあると思いますけど、ですね、タンブラーの隠れ家、裏部屋の方ですね、こちらの方、まあ大体ですね、外観は、9割5分ぐらい。今週の時点でですね、完成したのかなというような形になります。ブログの方までですね、足を運んでいただいているという方がいらっしゃいましたが、とりあえずですね、これからしばらくは今のこう外観の見栄えの形ですね、これを、ベースにして、まあ、しばらくはやっていきたいというふうに思いますんで、また引き続きよろしくお願いできればというふうに思います。でですね、まあ、あんまりこう、見てる方もね、多くないかもしれませんが、ツイッターでもね、ちょっと、今週触れたんですけど、今ですね、テーマ、ブログの外観をですね、今の形に変更しまして、で、まあ、積極的にですね、この、まあ、久々にブロガーらしい、活動してるというかね、やってるんですけど、結構ですね、その影響が、早くも出始めておりまして、まあ、今ちょうどですね、重点的にこのブログのメンテナンスをしている時期だもんですから、いろいろなそういう情報っていうのは、まあ、
どんな形にせよ、まあ、チェックせざるを得ないんで、たまたま、そのこう、チェックしてる時期でもあったということもありまして、アクセスの解析とかいうのはね、ちょうどこの時期っていうのは、まあ、頻繁に、見てる形になります。いつも、まあ、見てるかっていうと、そうでもない時もあるんですが、ということで、今ですね、そのチェックを、してるんですけども、だいぶ、このブログのメンテナンスをですね、進めてから、まだ、一週間経ってないぐらいだと思うんですが、かなりですね、成果が現れてきまして、一日のアクセス数という形になるんですが、おととい、ぐらいですね、もう最高更新しまして、6000何本ぐらいだったかな。はい。というくらいまでアクセスが今非常に増えております。まあ、もちろんですね、複合的に要因重なっていると思いまして、ちょうどまた、今ね、割とこう新作の部類の新しく、発売したゲームっていうのの、記事もね、追加をしました。まあ、これ新女神転生5っていう、ゲームですけども。まあ、そういう理由もありますし、また、今週はですね、祝日もありましたね。勤労感謝の日。まあ、戦前の言い方で言うと、新嘗祭という五穀豊穣のお祭りになりますけども。で、まあ、なんか同時にゲームの日でもあったということ。これはよくね、自分ゲームブロガーとかね、ゲームの発信者的にこっちの方を知っとけよという話ではあるんですが、ゲームの日っていうね、自分の中でどっちかというと、新嘗祭ですかね、勤労感謝の日というイメージの方が、強いですけど。まあまあ、そういう祝日もありました。まあ、ということもありまして、そういった、まあ、補正もあると思うんですが、非常にですね、ブログのアクセスが増えてます。で、1日5000以上ぐらい、になりますと、まあ、ぼちぼち、それなりという感じではありまして、どうだろうな、1ヶ月だと多分、15万アクセスとかのサイトになるんですよね。まあ、個人のですね、一人の管理人でやってる、まあ、いわゆるこう、個人経営の、まあ、サイトというか、レベルではまあ、なんか一稼働ぐらいのね、形になってきてるのかなというふうに思いまして、まあ、本当にですね、ブログは今そういうような、状態になっております。で、まだまだですね、ほんの少しずつ、まあ、専門の言い方でこう、SEO とかいう言い方をしたりするんですが、まあ、それちょっと、ブログの、まあ、宣伝の仕方ですね、サイトのね。まあ、自分の場合は、まあ、これ先週から、ラジオではお話をしてるんですけど、まあ、自分が好きで、ゲームの、プレイをして、それをこう、記事にすると、書き起こすという、このまあ流れだけはね、まあ自分がやりたいことでやっていたんですが、あんまりこうサイトの運営的なものについてはね、もうやっつけ仕事というか、えいやでやっていたというのが現状でしたんで、そういったですね、いかにこう、読まれやすいサイトにするにはどうするかとか、なんていうかこう、ラーメン屋とかでね、僕自分は称えることが多いんですけど、自分がこう満足する、自分好みのうまいラーメン、自分が思うですね。それをこう、味を探求するってことは、やってたんですけど、全然、特になんか、店の見栄えとかなんか修正してないみたいな、もうぼろっちい看板しかなくて、で、店の、内装もね、汚くてみたいな、なんかそういう、ところには、もうとにかくこう、ラーメンの味を追求するみたいなね、いうところしかやってなかったみたいな。だから、広告宣伝的な、要素になってくるのかもしれませんが、まあそういうところは全然無頓着でですね、やってなかったんですね。で、ほんの少しずつちょっとやり出したというのが、まあ今の状態なんですけど、まあそれで今がこれだけの形になっていますんで、来月以降もですね、まだまだ、この辺は、改善する余地がありそうかなというふうに思っております。ので、まあ、引き続き来月以降もですね、今ブログがそういう、いい感じな
いい感じな状態にありますので、ここまでちょっと、力を入れてですね、来月以降もやっていきたいなというふうに思っています。はい。まあ、ブログについてはですね、大体、そんなところで、まあ、外観については大体出来上がりましたんで、まあ、それは一応目標にしていたことができてよかったかなというふうに思います。またですね、ブログも、まあ、なかなかね、ブログの記事と、あと、この、まあ、動画っていう、こう、音声コンテンツとかね、動画のコンテンツだとまた、多少、なんていうかな、やっぱりこう、違いありますんでね、なかなかこう、直接的にこう、ブログと、この動画サイトの方で、うまくこう、リンクが、まだできてないと思うんですけど、まあでも、まあ、いずれなんていうかな、まあ、サブチャンネルの方なんかは、よくね、リンクしてますが、こういうこうブログの成長みたいなものも、少し、多少はですね、この動画サイトの方にも、こううまく反映してくるように、なんか相互連携がね、できてきたらいいのになというようなことは思いますが、まあまだその辺はですね、道半ばかなというふうに思っております。はい。まあブログについてはそんなところで、ございます。で、それからですね、動画投稿的な話で言いますと、まあメインチャンネルの方はですね、引き続き継続して今やっていることの内容から、変わりはありませんので、あまりここについてはお話しすることが、新しい情報としてはありません。まあブログのね、メンテナンスとかずっとやってたというのが先月でしたんでね。ということで、まあルーチンのことをやるということなんですが、サブチャンネルの方ですね、そうですね、まあまず、今ですね、シビライゼーション6という、これメインチャンネルの方でも長くやっていたゲームがありまして、これしか、ゲームの動画っていうのをですね、上げてないという状態がしばらく続いてしまっております。で、そろそろですね、他のものも少し混ぜていって、またその、まあ、看板メニューみたいなのをね、少しずつ増やしていくというようなことをしようかなというふうに思っております。で、まあ、せっかくなので、手始めに、まあ、このメインチャンネルの方で、まあ、ライブ配信とかでもですね、やったような、多少なんていうかこう、二つのね、チャンネルがこう、リンクしてるということも考えればですね、多少なんていうか、見ていただいている方に馴染みがあるようなゲームっていうのをこう追加して、いきたいなというふうにですね、思っておりまして、こちらのこうメインチャンネルの方で、動画、ライブ配信等ですね。で、取り上げたゲームっていうのは、今後ですね、一回見たことあるようなものがですね、サブチャンネルの方で上がってくることもあるかというふうに思いますんで、まあ、ぜひですね、このメインチャンネルの方をですね、登録していただいているという方はですね、サブチャンネルの方も、まあ、やってますんで、ちょっとね、興味ある方は、覗いていただければというふうに思います。で、まあ、そんな感じで、まあ、もちろんその、ゲームのですね、メインジャンルとしては、このメインチャンネルの方と同じように、まあ今も特定の、こう、カテゴリーの中のものしかやらないという形にしましたんで、その方向性っていうのは、こうメインチャンネルの方と変わりが、基本的にはありません。ごく稀に、サブの方はですね、そうじゃないものを出すかもしれませんが、ほぼほぼ、メインと同じ形になります。で、まあそんな感じで、動画の方はですね、増やしていく予定なんですが、もう一つですね、シビライゼーション6について、プレイ動画、出してるんですが、もう一つ、もう一つ文明、何か追加するかもしれません。はい。ということですね。一応告知をしております。はい。もともとですね、今サブチャンネル用でやっている、シビライゼーション6というゲームの、動画のシリーズっていうのが、二つありまして、まあ、まあ、文明ごとに、やってるんですが、これまあ、二つやってるので、まあ、これが完結するまではですね、一応こう、裏の方では、いろいろとこう、ゲームのプレイをしたいとか、撮影をしたいとか、いうようなデータっていうのは、こう、もう少しね、あります。ありますが、やっぱりこう、文章の書き起こしがですね、ブログ書くっていうのが、それなりの時間を有してしまうんですね。ですので、まあやっぱりまあ、まず、今やってるやつを完結させてからですね、次以降のやつにしようかなというふうに思っていたんですが、
ちょっとですね、かなり、来てるものが、また、来てしまいまして、この欲望をですね、抑えきれなくなったら、ちょっと動画出してしまうかもしれません。はい。ということで、告知、予告をしておきたいと思います。ブログはですね、大体特にシビライゼーション6の記事はですね、これ以前に触れたこともあるんですが、他のゲームじゃ、ど、ゲームと比べてもですね、ブログの文章量がすごく多いんですよ。で、プレイレポについても、僕はなるべくシビ6に限らずですが、いろんなゲーム、これ和風系のゲームとかね、日本が関連するようなゲームってことでやってますんで、広く、紹介をしていきたいということですね。これを、重点的に考えてますんで。ものすごい、ゲーム、こなれた方向けのね、っていうものを、なんていうかな、情報発信をしていくってことを考えてませんので、なるべく文章ってのは硬い感じにならないようにですね、誰でも、入っていけるような、敷居を下げていきたいなというふうに思ってるんですが、それでもですね、結構な文章量なんですよ。大体ですね、ブログの1記事の文章量どれくらいあるかと言いますと、シビシックスについてはですね、プレイ動画の、連動のね、プレイレポ記事があるんですが、あれ大体、5000文字以上ぐらいはありますね。はい。で、5000文字ぐらいだとね、どれくらいかと言いますと、何で例えるとわかりやすいかな。この話題もなんかもう、やや過ぎ去った感もあるし、そうでないのかもしれませんけど、あれ、なんだっけ、あの人。小室圭さんとね、今もうすでに小室眞子さんになりましたけど、皇族の結婚のあれこれがあったじゃないですか。あの時にですね、後半の方に、なんか、コムドペーパーとか言われてたですね、コムド K さんの、借金問題とか言われてるのは借金じゃないよ、みたいなのを釈明した、ペーパーみたいなのがあったんですけど、あれがですね、6万字だったかな、6万字っていうのペーパーってことで、だいぶなんか文章量が多すぎて、読むの大変っていうことで、ちょっと話題になっていたんですけど、あれが6万字なんですよ。だから、僕の、シビシックスのですね、プレイレポ記事ってのは、だから10分の1コムドペーパーみたいなですね。それぐらいのボリュームということですね。ですので、シビライゼーション6のですね、プレイレポ記事をですね、1から10まで、10本分ぐらいね、お読みいただいたことがあるという方はですね、文章量的にはですね、コムドペーパーですね、読んだのと同じぐらいですね。6万字ですから、あれね。ね、いうぐらいの、ボリュームとなってまして、ゲームの記事にしては、だいぶボリュームが多いんですよ。はい。なので、やっぱりそんなにね、文章を書くのに時間がかかってしまいます。ので、やっぱり今やってるものがですね、一区切りつくまでは、新しいやつをね、自重しとこうかなと、貯めとこうかなというふうに思っていたんですけど、だいぶいいのが来てしまいまして。これ、シビライゼーション6のですね、まだ、そんなに間が空いてませんが、以前の、最後のですね、一区切りのライブ配信のシリーズがですね、やっていた頃にですね、雑談で少し、そのライブ配信の中でも触れたことがあるんですが、息抜きにですね、コンゴという、文明をやったんですけど、それがね、前代未聞というか、生涯二度となんていうかな、本当に今やってるやつでもそうですよね。今やってる、サブチャンネルのやつが、エジプトという文明と、あとはスキタイという文明なんですが、全部ね、もう生涯二度とこんなのはできないなっていうレベルのものなんですけど、でもそれ以上にね、本当になんかとてつもない、ものが出来上がってきまして、
いうことがあったもんですから、まあ、ちょっともう一個ですね、まあ、ちょっと新しくこういうのもやりますよっていうね、あの、告知程度に少し数本ぐらいしかまだ上げないかもしれませんが、あの、そんな感じでもう少し文明を追加するかもしれません。ただ、ちょっとそういうごく例外的なことがなければですね、基本的にはやっぱりこう、あの、動画とか、そういうのの、ブログの記事とかもね、結構長くまだまだ続いていきますんで、いろいろとこう、あの、取りだめをしているものはあるんですけど、シリーズある程度ね、一息、つくまではですね、次以降のものっていうのはこう、まだ、先にしていきたいと思いますんで、ちょっとまあ同時並行を走らせるのはですね、ある程度、ちょっと抑制的にやっていきたいなというふうに思っております。はい。で、まあ、シビシックスの中の、というかね、一つのゲームの中の話としてはそんなところなんですけど、前の方触れたようにですね、他のゲームというものもですね、もう少し、看板メニューとしてね、メニューに、今なんか、なんていうかな、こう、Aランチセットみたいな、こう、1個しかない感じなんでね、まあ、B ランチ、C ランチ、D ランチみたいな、こう、たくさんこう、セットメニューをですね、サブチャンネルの方、もう少しラインナップは増やしていこうかなと、はい、ですね、そんな感じで、考えております。はい、ということで、まあ、今週もですね、まあ、先週に引き続きということで、11月の目標でしたので、ブログの大幅なメンテナンス更新。そして、まあ、それがもう早くもだいぶですね、いい感じに、なっているということですね、含めまして、今週は取り上げさせていただきました。また、予想をはるかに上回る形でですね、ブログの方が、いい形ですんで、12月もですね、引き続きこの辺のですね、作業っていうのを、こう、やって、ちょっとまあ、ブロガーらしいですね、活動を、まあ、裏方ではまだまだやっていきたいなというふうに思ってはいるんですが、少しずつですね、時間が空いて、来たらですね、また、12月、それから来年ですね。まあ来年なんか、このメインチャンネルの方の、まあ動画投稿なんかも、ライブ配信に、続いて、もう少しまた新しいやつを入れて、しばらくですね、上げてないんで、また何かやり始めたいな、なんてことも思ってるんですが、まあその辺のことをですね、準備して、いく、月にしていきたいな、というふうに思っております。はい。ということで、今週のラジオはこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また来週のラジオでお会いしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。